はい、こんにちは。スプラトゥーでのめちゃんとベルちゃんです。まあ、いろんな質問でね、なんかどういうものに書くのとか聞かれるじゃん。うんうんうん。まあこれ、まあ、紙、ちょっとツヤのある紙、はい、とかキャンバスとか、うん、あ、これベルちゃん書いてるんですよ。ベルちゃん書いてるんです。紙とか、これもキャンバスだね。それもキャンバスね、でっか。なんか木とか椅子とかそういうのにも書けるね。うん。まあだから木書く場合はちょっとヤスリでやって、うん、ツヤツヤにして、なんだろう、ジェストみたいに塗ってから書くと綺麗になったりとか、うん、まあでも今日はね、 A2 サイズの紙に書いていきたいと思います。何を書きましょうか。なんか可愛いの書いてるし。可愛いの、今人気の可愛いの。おー、オッケー、いくよ。なんかミニオンみたい。ん？ミニオン。かわいいな。まあかわいいのはかわいいけど。泣くよ。泣いてるよ、もう。泣くよ。みんな泣いてる。みんな泣いてる。かわいくないって。かわいいよ、かわいいけど。オッケー、わかりました。カイルですね。はい。はい、OK です。おお。もう分かるかな。わかった？りょうちゃん、わかった？もうわかったよ。え？わかった。みんなわかったかな。みんなわかったと思うよ。そうかな。みんなわかったかな。当たり前？当たり前。かわいい。これ？あ、それもかわいい。それは今怖いよ。怖い？だからみんな泣いてんだよ。何泣いてる？レズコが鬼になったから。うん。でしょ？そうだよね。すごいよね、鬼滅の刃ね。オッケー。完成しました。イエーイ。そうなの？うん。完成です。じゃあ背景どうしよっか。じゃあまずね、ねずこちゃん描いたから次は背景を描いていきたいです。こういうこと。おお。え、左が人間じゃない。なんで、なんで、うん、分からない。
あ、なんかこっちもなんか、うん、暗くなっちゃったね。暗くなっちゃった。もういいんだよ。おお。え？いいね。いい？こっちは、うん、悪魔。鬼ヶ島。じゃあ反対側。反対側。ちょっと可愛い感じ。あ、山が良かったかな。山が良かったね。山が良かったね。あの、冬の方が良かったな。そうか。山にしよう。すごいよね。え？変えられるの。山にしよう。ねずこちゃんってさ、うん、日本のどこに住んでたのかな。ん？沖縄？沖縄じゃないでしょ。違う？なんかどこに切れちゃう。 OK。 両方暗いな。両方暗いてか、うん、おかしいな。これがねずこちゃんのイメージ。鬼。おお。悪い世界のねずこちゃん。悪い世界。でもかっこよくない？これこれで。うんうん。かっこいいか、かっこよくないか。です。おお。
け。いきます。3、2、1。ダーン。わー、ねえ、スカちゃん。うわー、スカちゃん、すげえな。こんなとこで一人いたらかわいそうだよね。うん、なんか怖い、怖いよね。怖いんだね。ねえ、はい、ということでどうでしょうか。わーお、ねずこちゃんかっこいい。かっこいい。この大きさの髪がちょうどいいと思う。いいよね。うん、ちっちゃいもんね、キャンプしてね。でもかわいそう、なんか。なんでそういうところにいるって。破るか破っちゃうか。破っちゃうか。破んねえよ。なんでそういうこと言うんだよ。いやー、かっこいい。イエーイ。はい、ということで楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。何かリクエストあったらコメントください。アディオス。アディオス、アミゴス。